単身赴任になり、私は2年前から小2の息子歩と岐阜との3人暮らしです。和重さん。おお、どうした。岐阜は地域の人気者、トラブルの仲裁も頼まれたりしています。正社員で働く私の代わりに歩の面倒も見てくれる。だけどとんでもないことするんだよな。ある土曜日、終わったら音読の宿題ね。おい、何辛気臭く朝から勉強なんてやってるんだ。遊びに行くぞ。9時から宿題って約束だったのに。お父さん、宿題を終わらせたいので。歩、今日は外遊びだ。土日は1日1時間でいいから宿題や予習をさせたいのに。またある時は私なしではまだ無理です。しかも雨降ってるし。大丈夫大丈夫、老人会のキャンプだから。帰宅後、お母さん、なんか頭がぼーっとする。すみません、熱が出て今日はお休みします。もう絶対私抜きでお泊まりさせない。お父さん、これ学校のなんですけど。わしちょっと老人会の集まりに呼ばれていて本当にすまん。なんで勝手にいじって壊すの、理解できない。すみません、和重さんのところのお嫁さんですよね。はい。誰？先日和重さんがうちの子と遊んでくれたんです。孫と遊んでくれるおじいちゃんなんて羨ましいです。ありがとうございましたとお伝えください。そうですか。本当に幸せ者ねってよく言われるけど、同居自信なくなってきた。息子の高弘は遠くに住んでおる。嫁のしおりさんは仕事や家のことで忙しそうだ。土日は少しでも休ませてやりたい。歩を立派な男にするのはわしの役目。歩には楽しいことも過酷なことも全部わしが体験させてやろう。歩、出かけるぞ。朝ごはん食べたらすぐ宿題したいねよ。しおりさん、勉強言われたらやりたくなくなるのが子供というもの。そうだ、遊びに勉強を取り入れよう。歩は今どんな勉強をしているんだ。なんじゃこれは、動かし方がわからん。おお、これはまずいことになった。しおりさんは烈火のごとく怒っておった。和重さん、こんにちは。文房具屋の亀さん。そうじゃ、歩の好きな恐竜の文房具を買ってやろう。こっそり歩の筆箱に入れよう。おや、暗くてよく見えん。ますますまずいことになった。しおりさん、すまん。いいんです、お父さんがよく壊すから予備を備えてあるんです。歩、これ使って。よくできた嫁じゃ。じいちゃん、これありがとう。かわいい歩、やっぱりわしは歩のために何かしたい。今まで経験したことがないことを経験させてやれるのはわしだけだ。歩、スケートに行くぞ。ちょっと待ってください、遊びは土曜だけに。昼には帰る。見て見て、じいちゃん、俺立てるよ。おお、でも最初は手すりを持って。やだ、じいちゃんみたいに。歩、歩が怪我？すまん、しおりさん、すぐ病院に。歩、ママ。歩、痛い？しおりさん、その。もういい加減にしてください。私、冷静になれません。先に帰っていただけますか？わかった。もしもし、高弘さん。歩の怪我は大したことない。お父さんに助けてもらっていることはたくさんあるけど、もう限界。歩を連れ出して大変なことになるのは2回目だよ。このままじゃ取り返しがつかないことになるかもしれないよね。勉強もさせないし、学校のものは勝手に触って壊すし、もうやっていけない。どれもこれも全部わしのせいだ。しおりさんが高弘にああいうのも当たり前。カズさん、あさっての温泉旅行は行けそうか？いや、わしのせいで歩がスケート場で怪我をしてしまってな。そんなのしおりさんに任せればいいだろう。すまんが、キャンセルさせてくれ。歩、しおりさん、すまんかった。今後わしはおとなしくしているから。お父さんだいぶ落ち込んでる。さすがに分かってくれたのかな。歩くん、大変だったね。これお見舞い。ありがとう。老人会の方たち、なぜこんな大勢で。しおりさん、今回のことずいぶんカズさんを責めたみたいだけれども、そもそもこんなにいいおじいちゃんいないのよ。感謝こそすれ、責めるのは間違いなんじゃ。カズさん、楽しみにしていた温泉旅行もキャンセルして、歩くんも無事だったのに。ちょっとは気持ちを汲んでやらないと、嫁なんだから。
そういや、しおりさんが不愛想だって、うちの嫁が言ってたわ。カズさんのおかげで人付き合いも助かってたんじゃないの？感謝が足りないわ。私が悪いの？遊びに連れて行ってくれることに感謝して、文句や主張をするなと？私は歩の母親なのに。お前たち何しに来たんじゃ。不愛想ではない。都会育ちのしおりさんは防衛力が高いから、知らない人とは口を聞かないんだ。仕事を頑張って、家事を頑張って、子育てを頑張って、こんないい嫁はおらん。しおりさんを侮辱しに来たなら帰れ。しおりさん、気分悪くさせてすまんかった。今回のこともいつものことも全部足が悪かった。違うよ。キャンプの時濡れないところにいろってじいちゃんは言ってくれたけど、僕が楽しくてみんなを手伝いたくて外に出たんだ。スケートは僕がじいちゃんの言うことを聞かないでカッコつけたんだ。お母さんに怒られるのが怖くて言えなかったけど、悪いのはじいちゃんじゃなくて僕なんだ。じいちゃんが僕の勉強道具を見るのは、遊びを取り入れた勉強を考えたかったんだって。筆箱のこれもお母さんに取り上げられたら嫌だから内緒にしてたの。じいちゃん怒らないで。いや、歩は何も悪くない。お母さんも悪いところがあったと思う。ごめんね。あらかじめきちんと話し合っておけば、お父さんのやり方を否定するのではなく、取り入れて間を取ってもよかったのかも。私も言い過ぎました。これからはルールを設けませんか？丸一日お出かけするのは土日どちらかだけ。もう片方の日は宿題が早く終われば遊びに行ってよし。どこに遊びに行くか事前に報告する。遠出や普段しないことをするときは私もついていく。歩はじいちゃんの言うことを必ず聞く。じいちゃんは歩の学校のものを勝手に触らない。わかりました。この恐竜の鉛筆と消しゴムは使ってもいい？ちゃんと勉強するから。わかった。約束だよ。カズさんが心配なあまり余計なことを。ごめんなさい。お前たち。お父さん、いいです。今回は仲直りを。なんと慈悲深い嫁さんだ。その後、こんにちは。できた嫁だと噂が広まり、声をかけられることが増えました。当たり障りない程度の愛想を心がけよう。そろそろお昼にしましょう。私たちはあれからいい関係性が築けていると思います。あ、高弘さん来月からこっちに帰ってくるって。え、やった。ここに旦那が加わったら、今度はどんなことが起こるのだろう。人一人増えただけで生活ペースは変わるもの。でもみんなで乗り越えられると今なら思えるのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。